溶ける空には奇跡が
上怒ってます。しかもね、もう一個怖い話あるんだよ。今日ね、この朝を生きているっていう曲、早時って番組のさテーマ曲じゃん。早時のプロデューサーが遊びに来てて、爽やかな朝とかライブでやってるのがバレました。上見れない。絶対言わないでよ。 Go to hell とかやったり、アッパーとかやりながら落ちサビやってることとか絶対秘密ない。
ボールをね、いっぱい持ってきて、それで、どうしようか落ちました。
柏、ゼップ羽田の前の最後の日らしいよ。っていうことは、今日が最後ってことです。ね？だからみんなさ、引き締まってる。ここ心。引き締まっていこうな。とか言っちゃった。じゃあここの会場の都市伝説でも教えてあげようか。昨日からマイブームが都市伝説とベースを弾くことなので、今日は使いもしないのに楽屋にベース持ってきてずっと弾いてたの。だから見て、ほらさっき見せたでしょ、ちゃんと結婚の時にここに豆できてるの。じゃあこれに移すから拡散して。なんかこのここのそこにはしごあるじゃん、見えるかな、そこのはしごを登ってこの裏山、屋根裏に出るじゃん。屋根裏に行くとたくさんの鳥かごがあって、その鳥を一匹でも逃がすと死ぬらしいよ。ここの会場の都市伝説でした。そんなここの会場で使う物を紹介します。マイところ全ての箇所で、その地方の名産物をここでカシャカシャカシャって音を取ってに落とし込むんだけど、寝かしつけろっていう曲があって、アイマっていうアルバムにね。でそのアルバム、その寝かしつけろに、サンプリングされているカサカさんはきなこチョコなの。きなこチョコが家にあったからマイクでサカサカサカって撮って、それでサンプリングしてトラックを作ったんだけど、そのサカサカ音を各所は名物でやってこって話よね。で今回は柏っていうことで、柏っていうことはビニール袋っていうことで、ビニール袋でカサカサ持ってみます。この中に何か入ってると思うやん、ビニール袋。この曲は寝れない時期に作って、子守歌みたいに寝れない人に共感してもらえたらな、寝れない人を安らかに眠らせてあげたいなって思って作った曲なので、あったかく聴いてください。寝かしつけろ。絞って
Yeah.
しかも歌うまい。しかも楽譜読めない。だけどいい感じで曲作れてる。え、私天才かもしれない。しか作れなかったのに、今はポイのポイヘイヘイを作れるし、好きだからっていう曲も作れるし、やばくね。みんなの推しすごいんだけど。しかもさ、こんなさ、何か私がここで発言するじゃん、あの炎上しそうなこと。それでもあのみんなはなんか炎上しそうだから、これは載せないでおこうとかいう分別がつく感想じゃん。たまーにね言う人いるけどね、これ言ってたよみたいな、言うなって言ったよみたいな、たまーに。でもそういうやつは全員でボコボコにしようって、その人を炎上させればいいんだ。ああいいね。私がじゃあそのこいつを炎上させてほしいっていう場合、あの言うね、引用についてこれ言っちゃいけないって言ったのに、この人書いてるから、この人を炎上させてって引用リツイートで言うから、そしたらみんな一気にその人に消してください、消してください、通報しました、通報しましたってやろう。じゃあ そんな、四方八方からのストレス、そんな四方八方からのストレスにその人は追いやられるわけじゃん。そんな、それってさ、まるでさ、あの受験生みたいだよね。受験生もさ、四方八方からのストレスを受けるわけじゃん。頑張れって言われんじゃん、頑張ってんのによ。てかさ、頑張ってる人にさ、頑張れって言ってよくないと思う。なんか頑張ってるんだから、まあそれ言っちゃうよね、頑張れって。でももう頑張ってるからさ、頑張ってる側からしたら、しかも思春期やんこっちは、だからさ、うるせえなってなるわけじゃん。なんか宿題やんなさいって言って、宿題やろうと思ったのにし、言われたらやりたくなくなるよね。頑張れって言われてさ、頑張りたくなくなるよね、はあ。私が歌わない箇所でみんながケチャする曲なかったっけ、私の曲でさ、おい、おいかな、あ、わ、思い出した、ウォー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 だ、あのさ、急性期ピザのさ、ごめんね、初めて来た人いる。すごい、あのさ、あの、ありがとう、ありがとう、初めて来た人びっくりしたと思うけど、あの、私は喋ってるじゃん、で、それが木みたいに広がるので、今こっちの話題言ってたけど、こっから枝が生えたら急にこっちの話題に行くのね。それでこうなってって、最初何か喋ってたか忘れるの。あ、それで急性期ピザのさ、みんながさ、ウォーウォーウォーってやるところあるじゃん、楽器が静まってみんなだけがさ、心でウォー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 っていうシーンで、今日は絶対に笹倉いじろうと思う。で、笹倉いじってる人に向かってみんなはウォーウォーってやるの。それ絶対さ、最高の絵になると思う。それは別に、いや、まだ最後にやる曲だから別に関係ないんだけどね。それでさ、その四方八方からストレスを受けたら受験生みたいって話に戻るけど、そういう人に、私はそういう人だったの、超反抗期で、なんか先生とか全部無視してたし、喋りかけてほしくなかったんだけど、その時になんて言ってもらいたかったかって言ったら、あんたは強いとか、あんたは天才やとか、シンプルにあんたは宇宙みたいに広い心の女よみたいな感じで言われたかったなって思って、
自分が受験生に捧げる曲はそういう曲にしたいなって思って作った天才論っていう曲があります。聴いてください。We'll be right back.
出られない状態、みんなここからさ出られない状態だったらさ、アンコールさしてる間暇だよね。迷ってんだよね。やっぱ座ってる席の日はアンコールで一回座ってもらって休憩、足腰休めてでもいいんだけど、まあ気分でやります。それで今日お届けするアンコールの曲は、あの早時のプロデューサーがいる中で言うのも気まずいんだけど、私ヒルナンデスっていう番組でなんかテーマソング募集に応募したこともあって、なんか2060組か6020組中5組まで残ったんですよ。しかも不正行為なしでクイズバトルに手回してもらわず、そこまで行ったの。でもね、敗れた決勝で、スタッフ投票で誰だよ投票それで敗れて、そのために書き下ろした「ヒルナンデス」っていう曲があって、それはあのちゃんとお昼にお家で「ヒルナンデス」を見てる層の人たちにアンケート取って DM 開放して、どんな気分でお昼を過ごしているか、主婦とか在宅ワークとかの人、子育てとかの意見を全部聞いて、もうそれを歌詞にして、もうそこらが世間の昼の声よっていう曲なんですよ。でも落ちた。そこで私は燃やした復讐の心をそう、私を落とすっていうことはどうされてもいいってことでということで、昼だがな復讐バージョンっていうのを、あ、逆襲バージョンっていう曲も作りました。昼なんです、昼だがな逆襲バージョン、続けてお聴きください。
貸す月曜から月曜週休2日おどきの中の話えい、どどきあー次から次へとやること増えるいい水で今日は鼻伸ばしちゃおうかないい通りに帰ってきたら抱きしまおういいどだから悪い子はいないかI'm not afraid to die.
たよね今。ちょっとふざけてたでしょ。なんか分かってんだよ顔見たら分かってん。途中まではさ結構褒めの話だったけど、なんてどうすんだこの後みたいな顔してたから分かってんだよ。私こんなに一番の柏で優しくされたらなんか謝らなきゃいけない。なんかあの福岡でライブした時にね、本当は千葉の悪口言った。その日撮影禁止にしてたんだけど、千葉の悪口言いたくて撮影禁止にしてた。本当にごめん。それには理由があって、撮影千葉で撮影したんだけど、撮影チームのみんなが極寒でさ、私だけ早く終わったから帰ってもよかったんだけど、ケトルを買ってきて、ケトル買いに探したの、いっぱいいろんなモールみたいなで、ケトル買ってみんな寒いからお茶のパックとかコーンスープとか買って好きに飲めるようにして、でなんかとりあえずなんか12人くらいいたから12個コップにお茶を注いで、もうほんと20秒とかで冷めそうな寒さで持って行って、ケトル買ってきたぞーってやって、そしたらね誰も飲んでくれなかったの。だからすごい泣いちゃって誰も飲んでくれなくて、一生懸命ケトル持って買いに行って、これ喜ぶかな、喜んでくれるといいなって、お湯をロケバスで沸かして、で一つずつ入れて冷める前に急げって思ってったら誰も飲んでくれなくて悲しかった。今思い出して泣くと。それでバスで大泣きして、ロケバスで待機してた運転手さんが何みたいな、困らせてしまったっていうのが千葉の浜辺だったんですけど、それで結論、なんか人の悪口とか言うのも良くないから千葉の悪口になって、それで福岡の MC で千葉ってゴミって言ってごめんなさい。でも千葉あったかかった、全然ゴミじゃなかった。それだから嫌味でさ、今日ゴミ袋持ってきたの。
中で心の中でやってほしい。盛り上がって見てくれてさ、私みたいだね。